ジェスカスガンは、カザフスタン共和国、カラガンダ州のカラケンギル川の貯水地の上にある町である。人口は、1999年の国勢調査で9万1人、2009年の調査で8万6227人であった。都市圏には、近隣の単行町であるサ・トパエフも含まれ、合計の人口は14万8700人である。 ジェスカス湾の人口の55%はカザフ人、30%はロシア人で、ウクライナ人、ドイツ人、チェチェン人、高麗人等もいる。ジェスカス湾はカザフ高地のちょうど中央にある。また国のちょうど中央にも近い。ステップ気候で雨は多いが大量には降らず、月の降雨量は100ミリメートルには達しない。 平均気温は7月の摂氏24度から1月の低摂氏16度の間で、最高気温は1988年6月の摂氏43度、最低気温は1951年2月の低摂氏41.1度である。この町は、同校省の開発と関連して、1938年に創設された。1973年に、それまで加工のために、 他の場所に送られていた銅を精錬するために、南東に大きな鉱山と夜勤の複合施設が建設された。銅の他には、マンガンや鉄も採掘、加工されている。アレクサンドル・ソルジェニーツインの収容所軍島や W、アレクサンドル・ドルガン・の案、アメリカン・イン・ザ・グーログによると、ソビエト連邦時代には、グラグの強制労働収容所があった場所であり、 またこの時代には極東ロシアから朝鮮人の強制移住が行われた。京ではドーコングロマリットのカザフミスの本社が置かれ、町の主要な雇用種となっている。中国、ロシア、イギリスに子会社を持ち、ロンドン証券取引所に上場している。また、207メガワットの発電容量と高さ220メートルの煙突を持つ発電会社カザフミスパワープラントがある。 ジェスカスガンには、カラガンダ州の州都に向かう鉄道が通っている。また、E018 号線で、カラガンダ、E123 号線で、クズロルダとアルカルイクにつながっている。ジェスカスガン空港もある。1979年に、ソユーズ33号が、ジェスカスガン周辺の平らな田園地帯に着陸した。 バイコヌール宇宙基地は 400km 南西に位置し、伝統に従って、すべての宇宙飛行士は、宇宙からの安全な帰還を記念するために、ジェスカスガンのシーフーリンブールバールに木を植える。2018年10月11日に再び、ソユーズ MS-10-56S の打ち上げ中に、ブースターが故障し、ジェスカスガン近郊に着陸した。ありがとうございます。